腕を左右交互に動かして滑らかなウェーブを意識する。それから腰を回し、今の見てた？ベリーダンス？うん、そうだよ。ちょっと見ただけなのにわかるなんてすごいね。ルビー、ちゃんと踊れてたかな？今回の衣装はエキゾチックな雰囲気でとっても大人っぽいから、ルビーもちょっと大人っぽくなれたらいいなって練習してたんだ。まだお姉ちゃんみたいに踊れないけど、ルビーもちょっと背伸びして大人になれた気分かも。今日のステージのダンスパフォーマンスでもベリーダンスの要素が入ってるんだ。たくさん練習したからルビーの動きに大注目だよ。こういうエキゾチックな衣装もたまにはいいよね。ビーズとかレースとか飾りとかいっぱいつけてゴージャスにしようって決めたの。衣装にビーズを縫い付けておくとステージでライトを浴びた時にキラキラしてとっても綺麗なんだよ。頑張るビーしちゃった。あなたに似合ってるって言ってもらえて嬉しい。他のみんなもとっても似合ってるから早くステージの上に並んで立ちたいな。今日のライブはどんなステージになるのかな。ルビー緊張しちゃいそうだからまだ見てないんだけど。あ、そうだ、あなたと一緒なら緊張も半分こできるかも。今から一緒にステージのところまで行きません